サミュエル・シュートは、イングランドの軍隊士官であり、植民地時代アメリカ合衆国のマサチューセッツ湾、直轄植民地とニューハンプシャー植民地では総督を、務めた。9年戦争とスペイン継承戦争に従軍した後の1716年、イギリス国王ジョージ一世から、マサチューセッツとニューハンプシャーの総督に指名された。その任期は、様々な問題に関して、 マサチューセッツ植民地議会との敵意に満ちた不和に彩られ、ニューイングランド北部のインディアン、ワバナキ連邦との外交はうまく進まず、ダマーの戦争を引き起こすことになった。州都は、ワバナキ族との交渉決裂に部分的な責任があったが、1723年初期にイングランドに戻り、マサチューセッツ植民地議会と続いていた不和について解決策を探り、 戦争の遂行は副総督のウィリアム・ダ・マーに任せた。州都の抗議から1725年に説明直挙が発行されることになり、基本的に議会と論争した時の州都の立場を確認することになった。州都はニューイングランドに戻らず、1728年には総督職もウィリアム・バーネットに置き換えられることとなり、1729年に バーネットが休止した後も、総督の再指名を検討されることを拒否した。1770年代初期にマサチューセッツ総督を務めたトマス・ハッチンソンは、その著書、マサチューセッツの歴史の中で、州都の総督としての人気を、1630年代の無立法主義論争以来となる最も論争の多い時代となったと記述していた。 サミュエル・シュートは1662年1月12日にイングランドのロンドンで生まれた。父はロンドンの商人ベンジャミン・シュートであり、その6人の子供の長子だった。母は被告教徒である長老派教会の牧師、ジョセフ・キャリルの娘であり、文献によりエリザベス、またはベーシャンス、またはメアリーとなっている。弟のジョンは後に、 ワーリントン施策となり、イギリス議会で有力な議員、被告教徒の政治的指導者、さらに国王ジョージ一世の側近となった。シュートは、チャールズ・モートン牧師の教育を受けた。モートンは後に、ニューイングランドに移住した。シュートは、その後オランダのライデン大学に入学し、イギリス陸軍に入隊し、ウィリアム3世に仕えた。ブレンハイムの戦い。 ジョシアロス・ジュニアが、1715年スペイン、継承戦争でシュートは、第3コノエ竜気兵隊に入り、マールバラ公爵の軍に従軍した。1704年のブレンハイムの戦いで負傷した時は、竜キ兵隊の隊員だった。この戦争が終わる時までに、実質中佐に昇進し、大佐に名誉昇進を果たしていた。1714年に、ジョージ一世が周囲すると、 エリゼウス・バージェス大佐がマサチューセッツとニューハンプシャー両植民地の総督に任命された。マサチューセッツから来た代理人、ジェレマイア・ダマート・ジョナサン・ベルチャーは、バージェスが支持を約束していた土地銀行提案の反対者を代表するものであり、バージェスに賄賂千本堂を送ってイングランドを立つ前に総督を辞職させた。ダマート・ベルチャーは続いて、バージェスに代わるのとして、 シュートを推,す推進者となった。その要因はいろいろある中で、シュートは著名な被告教徒家系の出身だったので、ニューイングランドでは受け入れられやすいと考えられたからだった。シュートは1716年10月4日にボストンに到着した。そこでは困難で議論の多い任期を始めることになった。まず、指名総督としては最後のものになっていたもので、 土地銀行の反対者だったジョセフ・ダドリーの息子、ポール・ダドリーの住居に入ることで誰と共同するかを鮮明にした。その対象は総督代行のウィリアム・テイラーではなかった。シュートによるニューハンプシャー植民地統治はマサチューセッツのものほど大きな問題が起きなかったが、問題が早期に始まった。副総督のジョージ・ボーンはシュートが到着する前の1年間で、 総督代行を務めていたものだったが、ートがニューハンプシャーにいない間は、総督として全権限で代行することを主張した。ートの直接命令に反抗したボーンは、ートがいない時に議会を解散し、評議員のサミュエル・ペン・ハローを解任した。1717 17年9月、ートは、その評議会の協力を得て、ボーンを定職とし、議会を再招集し、 ペンハローを復職させた。ボーンは後に副総督の職をジョン・ウェントワースと正式に交代させられた。ジョン・ウェントワース副総督州と総督の統治に関連して肯定的な出来事はアイルランド北部から移ってきた大勢のスコットランド人を再入職させたことだった。1718年初期、ウィリアム・ボイド牧師がアルスターから移ってきて、 移民を求める多くの長老派協会家族のために土地の払い下げを請願した。州都はその使者を好意的に受け入れ、1718年8月には移民を乗せた数隻の船が到着した。彼らは結局ニューハンプシャーで入植し、ロンドンデリーの町を設立した。これは、スコットランド系アイルランド人がニューハンプシャーとマサチューセッツ領植民地に大量に移民してくる。 始まりを隠した。シュートは現在のニューハンプシャー州の一部となる土地に別の町に対する認可も与えた。しかし、ニューハンプシャー南西部の大半は当時マッサチューセッツとの間に領土論争があった場所であり、シュートが認めた払い下げ地はマッサチューセッツの領有するものとなった。このことでニューハンプシャーの多くの政治家を動揺させ、特に副総督のウェントワースがそうだった。 ベントワースはこれら払い下げ値に関する不満を使い、それに彼自身がニューハンプシャーの権限で発した競合する払い下げと組み合わせ、権力基盤を築き上げた。ニューハンプシャーとマサチューセッツの総督職を兼務する、やり方を止めさせるためのロビー活動を行い、その死後ではあるが成功した。州都はマサチューセッツ議会と王室の権限などの問題に関して幅広い範囲で、 論争を展開することになった。 州途が総督であった間に議会は総督の権限を減らすことで議会の権限を拡張することに成功しその後の総督と議会の関係に永続的に影響しアメリカの独立まで続くことになった通貨の問題が植民地の政治を二分する大きな問題だった大勢の人民派が 紙幣の発行拡大を支持し、経済的に強力な集団二つが通貨問題を扱う競合する案を支持した。バージェスの指名を確保した派閥は、民間資産で保障される証書を発行する民営土地銀行の提案を支持し、一方、ダドリーやその支持者たちは、州都の後ろ盾となり、金に裏付けられる紙幣という概念を好んだ。エリシャクック・ジュニア植民地で、 シ都ートに対抗する人民派を代表する指導者は、政治家かつ当時は、マサチューセッツに属していたメイン地区の大きな土地、所有者であるエリシャ・クック・ジュニアだった。クックの反対は通貨に関する意見の不一致と、メイン領土での林業に関することに、根があった。ラドリー政権の間に、林業の利権者は、イギリス議会による1711年白松法に、逆らっていた。 その法は政府が木を船のマストに使うために払い下げが行われていない公有地の大きな木を保護しておくものだった。州都は違法行為について厳しく取り締まることを求めたのでクックたちの恨みを買うことになった。それ以前にクックは法に対して異議申し立てをしており、それ自体は合法だったが急速に政治的な問題になった。1718年、クックは 議会から総督評議員を務めるべく指名されたが、シュートがその選択に拒否権を使った。議会はさらに1720年にはクックを議長に指名した。このことについて、シュートがクックの指名受け入れを拒んだので、総督の権限について制度的な論争を始めさせた。シュートは議長指名に拒否権を使うのが自分の権限内にあると主張した。 議会は議会で別のものを議長に指名することを拒み、翌年、ー都がその選出を告げられる前に別の議長が就任した。ー都と議会の不一致は議会を短期間休会にする能力にまで拡大した。議会は総督によってのみ召集され、休会にされるのが正式であり、そのことで総督が議会を制御できる手段を提供していた。 州都は6日間の休会を戦することで問題を起こした。この件にクックの使命を拒んだことが組み合わされ、議会は事実上州都のすべての行動に強く反対することになった。植民地の北部と東部の防衛は当時はバナキ連邦との問題が生じており、その防衛力を改善するための資金を総督が手当てすることに対しても、この犯行が及ぶことになった。 シュートが関わった議論の中でも悪評だったのは議会がシュートの給与支払いを拒否したことに関してのものだった。これはたびたび議論の対象となり他の案件にまで波及することがあった。1719年にシュートがクックの指名に拒否権を使ったことでシュートの給与の減額につながった。給与問題は1730年代のベルチャー政権まで。 植民地議会と総督の間の定期的な不和の原因であり続けることになった。クックの派閥が州都の政策を厳しく批判する小冊子を出版した後で、州都は検閲を行おうとしたが、議会は提案された法案の成立を拒否し、実質的に植民地における出版の自由を合法化した。 ボストンの保守的な宗教組織も、シュートがイングランド国教会の礼拝に出席することに関して留保を表明し、シュートの時として、行々しく騒がしい党派に対しても不快感を表した。1713年に、スペイン継承戦争が終わった時、北、アメリカにおける戦役となったニューイングランド近辺は、不穏な集結となった。戦争を終わらせたユトレヒト条約は、 インディアンの主張に関しては何も認めず、フランスによるアカデアの割動については曖昧な表現しかなかった。ニューイングランド北部で競い合った地域には、現在のノバスコシア、ニューブランズウィック、メイン東部があった。1713年に、ジョセフ・ダドリーがマサチューセッツとニューハンプシャーに居住する、インディアン部族との敵対関係を終わらせるための交渉を行ったが、 ポーツマス条約の文書は口頭で伝えられた合意内容とは異なりイギリス人開拓者がメインの海岸や川沿いにあるアベナ貴族の土地に侵入することでその条件が侵害されていたさらに隣接するノバスコシアのミクマク族はいかなる条約にも調印していなかったフランスもイギリスも競合する地域に住む部族に対して総主権を主張していたインディアンは ババナき連邦という、緩やかな連邦を組織し、紛争があった地域の大半について、主権と所有権を主張していた。18世紀のアベナ貴族1717 17年、メインのアローシックで開催した会見で、州都とババナき族数部族の代表が、インディアンの土地に植民地人が侵入することと、植民地が運営する公益基地を設立することに、関して合意事項を引き出そうとした。 ケネベック族の州長、ウィワーナは、彼らの土地に開拓地を設立することだけでなく、砦の建設にも反対し、自分たちの土地に関する支配権を主張した。州都はしばしば物質付に、ウィワーナを遮り、領土に対するイギリスの領有権を強引に再確認させようとした。ワバナ貴族は、これ以上の開拓地が認められなくなる適切な境界線が引かれるならば、 現存する違法な開拓地も認める用意があった。州とは我々は我々が所有するものと所有するであろうものを望むだけであると答えた。この曖昧な回答と最終的に合意された条約は和花貴族を満足させなかった。その後の数年間でケネベック川東岸の和花貴族の土地に開拓者が 侵入し続け、その東岸には商用最上の防御施設まで建設した。和花貴族は家畜を襲うことで反応した。関連する三者が争っていた、ノバスコシアの開拓地乾燥は、ノバスコシアが要塞化し、マサチューセッツの漁師たちが占有したものであり、紛争の発火点にもなっていた。1718年、乾燥を拠点にする漁師から嫌がらせや襲撃に、 関する苦情が出た後、ー都はその地域にイギリス海軍のフリーゲート艦を派遣し、フランスの船舶や物資を捕獲した。1720年に関層がミクマク族に攻撃された時に緊張感が高まった。1720年の会議で、ワワナ貴族はメインで出した被害に対する賠償として、生皮400枚を差し出すことに合意し、 生川が配給されるまで4人を人質に残すこととした。シュートはフランスのイエズス会宣教師、セバスチャン・ラルがメインチューブでケネベック族の間に生活していることにも抗議し、ラルの排除を要求した。1721年7月、ワバナ貴族が生川の半分を送ってきた時に人質の返還を要求したが、会見の場に同行していたラルの引き渡しは拒否した。 マサチューセッツから公式の回答がなく、間もなく、襲撃が再開された。和ナ貴族は、その後、論争のある地域に対する主権を再度主張する、異常に長い文章を作成し、主張する地域に線引きし、その領土が侵害された場合は暴力に訴えると、脅した。州都はその文章を、王兵で脅しに満ちているとして無視し、アローシックに民兵隊を派遣した。さらには、 ラルの影響力に基づき、ババナキ族の主張が、論争ある地域に対するフランスの領有権を広げようというフランスの陰謀に加担しているとも主張した。この考え方に従い、1722年1月には、ラルを捕まえるために民兵の遠征隊を派遣した。この部隊は、ラルが本拠にしていたノリッチウォークのケネベック、族集落に到着したが、ラルは、 すでに逃亡していた。民兵隊は、ダルの文書の入った金庫を回収し、それを、シュートは、フランスの関与という主張を補強するために使った。シュートは、論争地域に対するイギリスの主権主張を、ヌーベル・フランスの貿易省と総督のフィリップ・ドリゴー、ボードレイユに当てた文書で繰り返した。ボードレユはその編書で、その地域に対する主権を、フランスは主張しているが、 ワバナ貴族が領有を続けていることを指摘し、ヨーロッパ人とインディアンの土地所有に関する考えが交差した時の方法を誤解していると示唆した。ノリチウォックへの襲撃とメイン海岸の防御強化によって予測通りの反応が起こった。ワバナ貴族は戦争に走り、1722年にはメイン海岸のイギリス人開拓地を襲撃し、ノバスコシア沖では船舶を捕獲した。 1722年7月25日、州都が正式に和ナ貴族に対して宣戦布告し、正式に戦争を始めることになった。この戦争は副総督のウィリアム・ダマーがマサチューセッツを指揮することになったので、ダマーの戦争と呼ばれることが多い。クックや本教頭の者たちの指導力の下で、議会は植民地の予算使途を調査した。民兵隊に支払われた。 給与の中に疑瞞があることを発見した議会は、公的資金がいかがに使われるかを大変正確に示す、歳出法案を提案することができた。このことは、議会の権限を増し、総督の権限を減らすことを意味していた。議会はさらに1722年12月には、民兵隊の行動を監督する委員会を設立することで、総督の権限に踏み込んだ。 インディアンとの戦争が続く中で、シュートはこのことを自分の権限に対する深刻な脅威だと考え、この状況を正すには、ロンドンに戻るのが唯一の方法だと判断した。1722年のクリスマスが過ぎてから間もなく、シュートは船でイングランドに向かった。シュートの後継者、ウィリアム・バーネット・シュートは、ロンドンに到着すると、スーミツインに、 多くの問題を提出した。ートの敵対者は、ジェレマイア・ダマーとエリシャ・クックを送っており、クックは問題を解決するために議会が選んだものだった。ートの主張が数密院に受け入れられ、ダマーの動きによって、数密院が植民地認証を取り消すのをやっと止めることができた。1725年、数密院は説明植民地証書を発行して、議会の休会や、 議長の承認に関する州都の立場を確認した。植民地議会は翌年にこれらの判断をしぶしぶながらも受け入れた。州都はマサチューセッツに戻る準備をしていたが、1727年に国王ジョージ一世が死んだ。このためにロンドンの政権が変わり、植民地の管理者についても再考されることになった。マサチューセッツとニューハンプシャーの総督職は、 当時ニューヨークとニュージャージー各植民地の総督だったウィリアム・バーネットに渡され、州都には恩給がつくことになった。バーネットのその短い人気は総督の年俸を確保するための拡大された試みで支配されることになった。1729年にバーネットが休止し、再度マサチューセッツとニューハンプシャーの総督職が空席になった。 シュートも明らかにその候補として再度検討されたが、活発にその地位を求めていたジョナサン・ベルチャーを暗黙のうちに支持して自身の再任は断った。シュートは生涯結婚せず、1743年4月10日に80歳で死んだ。マサチューセッツ州西部にあるシューツベリー町は、シュートの栄誉を称えて名付けられたものである。ありがとうございます。